お、何ここ入れんじゃん。おい、何これ超気持ち悪い。え、ちょっと待って。あー、なんか触れると消せるぞこれ。何これ、全部消せばいいの？てか地面もすごい気持ち悪くなってる。これ一体はどこなんだここ。おりゃおりゃ、よし、あとピー。増えたー。何これ、永遠に終わんないじゃん今の。この先はないね。なんかあるな。あ、なんか、あ、箱が落ちてきたのか。これが多分なんか目があったのかな。あ、違う違う違う、こっちだ。で、あれか、次のステージだな。別に無理に行かなくていい。ステージ違う、ここだ。よし、行こう。で、あったー、あったあった、記憶のかけら、記憶のかけらゲット。あー、苦労した。イライラ棒からのこれきついわ。絶対最初に取った方がいいね。なんだここ、いつからミオは魔法使いになったの。しかも動かせないし。動かせる。え？テレビになんか、え？メモリーズ、なんだそれ。あ、死ぬじゃんこれ。これで全部の記憶のかけらが揃ったね。よし、それでどうすんだこれ。とりあえずタイトル戻ろう。はい、ということで、ホタルの日記の記憶のかけらは全部で13個らしく、13個全部集まったんで、で、このあとどうするか全く分かんないんで、ちょっとね、攻略サイトをチラ見したら、どうやらステージ4の、ステージ4じゃないや、チャプター4のイベントへ行くらしい。はい、で、13個目の、記憶のかけらで光の玉をなんかね隠したんで、それを取るみたいなとか書いてあったんだけど、野菜を食べよう。
なんか画面が暗くなったらって言ってたから、暗くなったらちょっとね、椅子に座って、椅子に座る。でベッドで寝ると、多分この寝た後だな多分。さあ寝るぞ。食べてすぐ寝ると牛になるけどいいんだ。で、さっきはなんかよくわからずに、お、なんかキンキンいってるぞ。あー、調べられる。これだな。ゲット。で、これをこのまま進めればいいのかな。このあと、チャプター3のここ。ここに行く。で、ここの一箇所ね、ちょっと行ってないところがあって、そこに行かなきゃいけないらしいよ。さあ、ここで、この死体たちを植物に食べさせるっていう。2体目、どうぞどうぞ。そしてで、4体目を食べさせたら、これあれだよね、記憶のかけらで出てた扉？扉じゃない、なんか遺跡みたいな。で、光の弾を持ってることによってここが開くみたいなね。さあ、こっから先は全然わかんないぞ。おー、消えた。なんだこれ、ない。ああ、ミオンが、ミオンが現れた。角が生えてないミオンだ。何これ、え、どうすんのこれ。
動かせばいいのかな。おお、危ね。どういうこと？どういうことこれ。潰すもの何もないもんね。ああ。自分が？ミオンが潰されればいいのか。死んじゃうよね。おお。あ、いいんだ。これでいいのか。あれ、角が取れた。なんだ、動かせないよ。角置いてっちゃっていいのそれ。あれ、青いミオンが何これ怒ってんの。どういうこと。あれ、なんか怒らせちゃったよ。なんだこれ、どうなってんの。鼻？あ、動かせる。ピン。あ、これで攻撃するんだ。ピンピンピン。あ、これでどんどん攻撃させないといけないんだ。これこれも下向けといた方がいいな、多分。下向けねー。あー、やばいやばい、死んじゃうわ。なんか大きいの出てきた。あー、なんかでかいのはいっぱい攻撃しないとダメっぽいな。何これ、これじゃ足りないよっていう。下だ、下。ゲームオーバーですか。これ難しくない？難しいというか忙しいよね。あれ、花が消えたぞ。こっち向いて頑張れ。あー、持たないか。とりあえず最初全部出して、横に向けとくか。これいけるな。いけ。あー、ダメだ、聞こえられた。
お互いに左右の逆の方を攻撃した方が良さそうだ。なんかいるわここ。でこっち向いて。頑張れ頑張れ頑張れ、あともうちょっと、いけるいける、よーし倒した。やっとどっから出てくんだ。ん、あ、影ボタルになれるんだ。今気づく。どっから出てくんのこれ。きたーきたーきたー。なんかこれは影ボタルでなんかやるのかな。足止めできるくらいか。足止めできるくらいだ。こっちもなんか出てきてるな。頑張れ頑張れ。これをここに置けよ。壊れたぞなんか、なんかできないかな。これこれこっち。あーダメか。どっから。最初から失敗した。いや、最初からじゃないわ。無理でしょう。これを押しといて。これ、あ。これ押すとどうなる？おお、そういうのになる。いいね。でも、うえー、死んだ。